おはよう、キリト君。あ、ごめん。俺いつの間にか寝ちゃってたみたいだ。アスナと話をする気だったのに。ううん、いいの。疲れてたんでしょ。どうしたんだ、アスナ。こっちを見て笑って。こうしてるとね、昔のことを思い出したの。SAO で私が攻略組として活動してた時、キリト君、芝生で眠っちゃった私のことを見守ってくれてたでしょ。ああ、そんなこともあったな。よかった、キリト君覚えてくれてたんだね。もちろんだよ。第一、あの時は俺がアスナを昼寝に誘ったわけだし、県内じゃモンスターは襲ってこないって言っても、女の子が外で寝るのは何かと危険だったからな。そうだね。あの頃はデスゲームだから、ほんの少しの油断も命取りになっちゃう。なんだか、あの時のアスナの寝顔は今でも忘れられないよ。血明騎士団の副団長様があんな無防備な顔して眠るなんて、想像だにしなかったからさ。なんといってもあの先行様だし。ちょっと、それはどういう意味かしら。私そんなに怖かった？いや、怖いってわけじゃないけど、俺がアスナに抱いているイメージとのギャップにドキドキしたって感じかな。そっか。あの時は目覚めた時すごくびっくりしちゃった。だってキリト君がすぐ隣にいるんだもん。まずはキリト君に寝顔を見られちゃったんだっていう恥ずかしさが最初に襲ってきたわ。でもあんなに落ち着いて眠れたのは久しぶりだったから、すごくすっきりした感じもあって、それからはだんだん悔しくなってきちゃったの。悔しい？だってキリト君、満面の笑顔でおはよう、よく眠れた？だなんて聞くんだもん。寝顔を見られちゃった私は恥ずかしい思いでいっぱいなのに、キリト君はすごく余裕な態度でしょ。その時になんだかこの人にはかなわないなって思っちゃったの。あ、いや、実は俺あの時余裕なんかじゃなかったぞ。どういうこと？だって血明騎士団の副団長になったアスナは、俺たちが仮装で旅してた時とかなり雰囲気が変わってたからさ。少し遠くなったアスナがまたこんなに俺の近くにいるんだと思うと嬉しかったし、すごく緊張した。そうだったの？ああ、だから必死で余裕に見せかけるためによく眠れたなんて言ったんだよ。内心は久しぶりのアスナにドキドキして平常心でいられなかったのを隠すためにな。なんだか嬉しい、そんな風に思ってくれてたなんて。そうか。キリト君どうしたの？いや、こういうこと言うのってちょっと俺っぽくないような気がしたんだ。本心ではアスナの寝顔に照れてたって白状するなんてさ。ううん、それもキリト君っぽいよ。だってキリト君はクールに見えて正直なところもあるでしょ。そうなのか？うん、キリト君はそこが可愛いんだよ。可愛いって複雑だな。かっこいいキリト君も可愛いキリト君も私は大好きだよ。どっちのキリト君も私が知ってるキリト君だからね。ああ、それならいいけどさ。また照れてる。からかわないでくれよ、アスナ。でも今の俺がアスナの知る俺でよかったよ。
大丈夫だよ。だから安心して、キリト君。